はい、アキラです。これまたね、相模川の河川敷でオフロード修行の続きですね。この上がね、これ圏央道みたいですね。この下でね、フラットなところがあるんで、よし、またここでちょっと練習走行してみようかなと。いい、やってみましょう。ちょっと前にね、アプリリアの方で、ここで、まあ、オーバルのドリフトの練習をやったんですけども、まあ、それに気を良くしてね、ちょっと GS の方でもうまくできるんじゃないかっていうんでやってみます。スタンディングでやった方がね、テールスライドはやりやすいんだけれども、パワースライドに持っていくのがね、やっぱ難しいんですね。俺もちょっとビビっちゃってるんだけども、ね、これ座ってやるとね、うまくやっぱりリアが流れないんだね。スライドの方はね、こっちの方が思い切りできるんだけどね。ちょっとでもやっぱりね、飛んじゃうとちょっとビビっちゃうね。うちに疲れてくるんでね、だんだんうまくいかなくなっちゃうんだね。
だいぶ慣れてきたっていうか、もう飽きてきちゃったんでね、今度は八の字ですね、もう逆回転ですね。まあ、ちょっとやり方変えると最初のうちはうまくいくんだけどね。ついてやると結構ぐるっといくんだけども、ちょっとやりすぎるとこうなっちゃうよね。おっ、ピーおっピー。ということで今日2回目の引き起こしですね。だいぶもう疲れちゃったんで一旦休憩ですね。ちょっと休憩してね、今度は、まあ、ここでちょっとフロントアップできるかなっていうんでやってます。低速からね上げようと思っても全然ダメだね。ちょっとはあるぐらいかな。とね、グリップがいいとこだったらもう少し上がると思うんだけども、まあこんなもんでしょう。で、まあ、段差を超える時ぐらいだったら、まあ、少しは役に立つかなというふうに思いますよね。旋回なんだけども、もうね体の方がヘロヘロになっちゃってるんでね、ダメですねこれね、もういかないですね。クラッチを握るね手の方がもう力加減がうまくできなくなっちゃってね、クラッチパッと離せなかったりねしちゃうんですね。あまりオフロードの練習してなかったからね、やっぱ痛いになってるね。まあもともとそんな上手くないんだけどね。ということでね、今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。